Bueno, amigos, como siempre, echarle muchas ganas, pues ahora me enfrento a una muy buena rudísima y espero ganar esta batalla. Arriba México. Daisuke desu. 今日はシンティアと、シングルマッチなんですけど、今までタッグとかシングルとかいっぱいやってきたんですけど、シンティアもメキシコに帰っちゃうんで、今日が最後のシングルマッチだと思うんで、お互い一生懸命頑張って最後に明かしたいと思います。全日本女子プロレスオフィシャルビデオシリーズタッグリーグザベスト92パート2博多炎上をお送りしてまいります。皆様のお相手は斉藤文彦、解説はオフィシャルビデオシリーズ初登場の週刊プロレス全日本女子担当の小島記者、どうぞよろしくお願いします。そしてもう一方、この方もオフィシャルビデオシリーズ初登場になります、全日本女子プロレス山田俊夫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで、このオフィシャルビデオシリーズは初めて今日博多にやってきたわけですが、はい、この南の後楽園と言われています博多スターレーン、はい、ちょっと一言お願いいたします。とにかくですね、ノリがすごいと、非常に狭い会場ではあるんですが、はい、まあ、天井が低いこともあってガーッとノリが、ここはボーリング場なんですよね。そうなんです、本当はそうなんですけども、ノリがすごいと、はい、それでもう博多のプロレスファンマニア層がぐっと集まってくるんで、なるほど、目は超えてますよね。ああ、なるほどね、はい、山田選手、はい、あの全日本女子プロレスがこの博多スターレーンにやってくるのは、はい、ちょうど1年半ぶりぐらいになりましたね、はい、前に来た時と今回でお客さんの反応といいますか、感触はどうでした？やっぱり前来た時もお客さんの乗り良かったんですけど、今回は以前にも増したお客さんの乗りが一層良かったんで、そうですね、はい、というわけで、1本目でいつも口癖で言っちゃうんですけれども、はい、第1試合はシンティアモレノ対三田悦子の20分一本勝負。まあ、頭からこのクラスの選手が出てくるっていうのは非常に豪華ですよね。そうですね、あのビッグマッチの時は若手の試合がなんていうか割と省かれちゃう場合がありますが、はいはいはい、今回も博多のラインナップを見るとビッグマッチ式のなんていうんでしょうね、ラインナップだったなと。そうですね、はい、そんだけ全日本女子もですね、はい、博多に力を入れてきてるんではないかと思うわけなんですけどもね。なるほど、はい、今まで結構こう言っちゃあれですけど、大阪とか博多とか男でいうところの大会場があまり大きなカード組まれてなかったんですけども、はい、まあ、今回こうビデオも入ってですね、なかなか力が入ってきてるんじゃないかと思います。そうですね、また山田選手ね、最近はあの多団体時代って言われてますよね、あの、はい、多団体時代ですから、あの前は女子プロレスのファンというのは女子プロレスばっかり見るファンだったんですけれども、はい、今はプロレスファンが全ての団体を見てますから、はい、あの女子プロレスというのは別にジャンル分けされてなくて、はい、いろんなファンが入ってるでしょ今、はい、パッと見ても随分男のファンがついてる ね、 ね、昔はやっぱり前女っていうと女の子女の子ばっかりだったんだけども、山田選手はそういう時に入ってきた選手ですもんね、どっちかっていうと ね、 うで、ね、で怪我してる間にこうなんかファン層が入れ替わっちゃった、入れ替わっちゃったって、ああなるほど、ちょうど手術したりして、あ試合から離れてる時ね、はい、本当についてなかったというか、そ う、 です、ね、そういう点ではねこの三田選手もまあ実は山田選手と同期ということで、本当は第1試合あたりに出てるとちょっとなという気もするんですけども、でも山田選手と三田選手がドリームオルカとか言って組んでたのでそんな時代もあったから、あんまみんな覚えてないから、あ知らない人もいるじゃないですか今の人ほとんど赤字ファンはないですけど、ですね、昔はよくペアに可愛い名前がついてましたよね。そうですね、ドリームオルカとかスイートハーツスイートハーツとか、そうなんかミントシャワーズっていうのもありましたけど歌だけで歌だけなるほど。でまあ元ドリームオルカとしてこの三田選手の今の状況はどう思ってるのかなっていうのを、あんまり当たることって少ないんですけど、うん、そうですね、やっぱかわちょっとは前とやっぱヒールになったことで、うん、試合運びとか変わったと思うんですけど、やっぱりメキシコ行って帰ってきて一皮むけたかなっていう部分はあるかな。そうですね、体格的にはあの全日本女子のメンバーの中でもずば抜けてる方でしょ。そう、身長一番ですからね、もったいないですよね、これだけの身長生かせないっているというのは。生かされない、生かされないっていうのはいるんですか。なんか見てて歯がゆいなという、うん、もっとなんかできるんじゃないか、もっとガンガンいけるんじゃないかっていう気はするんですけどもね。なるほど、
なぜかもう一皮むけきれないで中堅どころで止まっちゃってるみたいな部分はありますよね。なるほどね。このシンティアの方はどうですか、そばで見てて。そう、メキシコで自分遠征行った時に当たったりしたんですけど、やっぱ動きが日本と違いますよね。ブレスリング的にもルチャとやっぱ違うんで、うん、でも日本のレスリングになってきてますよ、随分、はい、ええ、またウエイト上がってるんですよね。あの上がってますね。やや太ったかなという気もしますね。食べてますからね、なんかあー、なるほど。でも随分日本のレスリングに順応してるというか。そうですね、かなり。そういう意味では揉み込みはいいんですかね、はい、若い分。まあ、お姉さんのエステルも、まあ、以前来たんだけども、はい、エステルの身体はこっちの方が飲み込みは早かった。エステルはでも天才なんですよ。まあ、まあ、飲み込むとか飲み込まないとかそういうことじゃなくて自分のペースに、まあ、ガヤガヤ出ちゃいましたけどね。あ、まあ、悪く言えば頑固ですし、やっぱりよく言えばですよ、天才型ですから、あのどこ行っても自分の姿を崩さずにそれでもちゃんと通用させちゃ う、 ああう、ね、タイプですけれど、シンティアの方は割とこれからの選手でしょう。だから どっちかというとこれから良くも悪くもなる選手じゃないですか、はい、ですね、だってまだ新人なんですよね。まあでも1年、ね、2年目です か、 で、 すか。でもまあ日本でこんだけやってるやってますし、はい、ええ、どこまでを新人と呼ぶかじゃないですか。そうです、ええ、全日本女子の場合は割とトラディションがあるから、そうです、ね、仕事まで違います、ええ、全日本は割と1年目の選手はやっぱり1年目っぽい動きをしますしね。ああ、そうですね、ええ、2年目の選手は2年目のなんか動きをするんでしょうし、ええ、ただもう新人の域は完全に超えてますよ ね、うん、そうですね、ええ、だからかえって今度これ今後これから難しいんじゃないですか、はい。まあ、11月の中旬にメキシコに帰っちゃったんですけども、ええ、向こうだお姉さんのエステルに復帰したということで、またこちらから日本から誰か遠征に行けばその相手として、そうですね、相手になるし、まあ、ついこの間までメキシコに行ってたんですよね、山田選手も。ええ、そうそう、通算2回遠征したわけですね。そうですね。